はい、こんにちは、魚屋です。6月に入りましたね。6月というと、何の季節でしょうか。ホタルです。そろそろですね、ホタルが、飛ぶ季節ですよね。6月半ば過ぎぐらいなんですかね。それでそのですね、ホタルが飛ぶ時期とか、あと飛ぶ場所ですね、この辺のなんかいいアプリがないかなと思って探してみたところ、以前ですね、桜の開花、桜のです、ね、様相をですね、ちょっと動画にしたんですけども、そのアプリでですね、見られることが分かりましたので、今日はですね、それを紹介したいと思います。アプリはですね、この左側にあるウェザーニュースというものです。このウェザーニュースをですね、タップをします。メニューですねを押しますとですね、こんな感じの画面になっています。朝見た時はね、この一番上の梅雨入りはどうやって決めるのというところのところがホタル情報になっていたので、これはいいなと思ってですね、見ていたんですけども、そしたらですね、これが今ちょっと消えちゃってます。それでですね、ホタル情報がですね、ずっと下の方に行ってですね、もっと楽しくというところですね、ここにですね、お知らせっていうのがありますので、ここをタップして下の方に行きますと、ここにホタル&アジサイ情報がありますので、ここのホタル情報をタップします。そうするとですね、ここにですね、全国のホタル情報が載っていて、5月28日に西日本から始まったような感じですね。それでホタルの出現予想というのがこういうふうに出てきてます。すでに出現したところもありますし、あと6月の半ば、ぐらいという感じなんですかね。それでですね、それでこの全国120カ所のホタルスポット検索っていうのもできるんですね。それでまあ関東の、例えば東京ではここら辺のところがですね、有名どころあるんですかね、まあ、埼玉県も3つありますね。千葉、例えば千葉のですね、ロマンの森共和国というところをタップしますと、まあ、ホタルの種類とかですね、お、ここ数千匹も飛ぶんですね、すごい。で、見どころとかあって、あと問い合わせ先ですね、あとマップもあります。こんな感じですね、非常に詳しく、教えているんですね。ですからここら辺を見てですね、まあ、お近くのね、ホタルの場所があればですね、行ってもいいんじゃないでしょうか。それでこれとですね、今年私ですね、ちょっとホタルを見に行って実験をしたいものがあります。それはですね、この横にある LED ウィンク。とりあえずですね、これ去年買ったアプリなんですね。有料でした。確か120円ぐらいだったと思うんですけども、ちょっとアップストアで今見て、これですね、値段はそうか。ダウンロードしてしまってるんで値段は出てないんですけども、まあこれどんなアプリかというと、開きますと緑のですね、ライトが点滅します。でこれをですね、ここにホタルがいる場所に置いておくとですね、ここにホタルが集まってくるというアプリなんですね。これ本当に集まってくるかどうかまだやってないんでわかんないんですけども、今年はですね、これをぜひですね、やってですね、また動画にしてみたいと思います。このウェザータッチニュースはですね、まあ、天気のことが中心なんでしょうけども、結構いろんな、ものがあってですね、また使ってみてですね、いい情報がありましたら、お話したいと思います。今日はですね、ホタルの話でした。ぜひ皆さんね、ホタルを見に行ってですね、この iPhone でですね、動画を撮って、このウェザータッチニュースにもですね、アップできるような感じみたいですので、そんなこともやられたらいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひですね、この下の高評価ボタンですね、それとチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。